はい、で僕じゃあ今回また Life is Strange 2をね、やっていこうかなと思います。前回は、言ってしまえば弟さんが、親父が亡くなったことを知ったと。で、知ったとともに、兄弟で一緒に頑張っていこう。これから頑張っていこうという誓いをね、改めて立てて、で、加えて、今までは暴発してた能力だけど、今たまたまね、この、山にね、いい家があったからしばらく住んでんだけど、そのがてらにちょっと能力の練習して、わりかしコントロールできるようになったかなというところでやっていこうか。で、前回家の外見たから、今回中に入ろう。ちょっと。どうやって家の中入んの？ちょっと。どうやって家の中入んの？ そんなことある？どうやって家ん中入んの？あいつと話そう。今夜。どうやって家ん中入んのこれ？窓から行くのこれ？窓から行けるよね？行けるこれ？あ、行けるじゃん。はい、帰ってこい。ちゃんと雪落としてな。ああ、もう結構汚いな、こうやって見ると。まあ、空き家そうだな。か。火起こそうぜ。もう慣れたろ。ちょっと。嫌な感じの咳だな。大丈夫。ただの風邪だよ。いや、今風も日すご風でかっ大変ただけね。どな。レベルアップだ。こういう環境だったら。自分でもびっくりだよ。簡単になってきたし。てかもうご時世がご時世すぎて。コロナウイルスじゃないかって。ここお化け屋敷だよ。そんなことよりルールの復習が必要みたいだな。見せびらかすなっつったろ。そんなんじゃいいよ。もうルール分かってるもん。じゃあ確認だ。第一のルールは言うてみ。力は隠せだろ。例えばダイナーで皿を回したらどうなる。みんな怖がる。で、怖がった人はどうする。警察呼ぶ。その通り。第二のルールは絶対に話すな。 おういいぞダニエル。苦手なルールなのにな。うるさい。 最後のルールはあれでしょ。ほら頑張れ。危険を避けろ。危険から逃げろ。これが一番大切なルールだ。理由は？わかんない。この力があれば逃げる必要なくない？この年でこの能力手に入れるってちょっと大変だよな。危険いだ。や、危険すぎる。常に別の方法を探すんまあだ。それで殺しちゃったみたいなもんだからそう。な。この力を持つ意味って何？まだわからない。もしこの力をもっと早く使ってたら、お父さんまだ生きてたかも。でも多分これお父さんが一応見てはいるんだよ、ダニエル。確か。見て、うわーって出た気がするから。まあそれは違うというとこ無理だったちょっとなんかあれだな。あれは俺のせいだ。お前を外で一人にしたから。背で負うんじゃもねえ、ダニエル。僕は何もしなかった。しなかったんじゃない、できなかっただけだ。そうだ、9歳だろ、お前は。いや、咳の頻度よ、ちょっと。心配しないで、平気だよ。かわ優しいいい。ね。腹減ってそうだな。お前は？いつも空いてる。なら飯にすっか。何があんの？作るからさ。マッシュを待たせないでね。あ、ストーブつけよう、とりあえず。寒いから。
めっちゃ家だよな、ここでも。こんなボロボロになってなかったら。少な。あ、なるほどね。ちゃんとね、着火剤ね、あくまで。いや、もう敵で紙も少なくなってきたかと思ったわ。くそ、ライターどこ行った。雑誌、黒板。あいつは物覚えがいい。良すぎるくらいだ。あー、浮いてきた過程ね。ボトルが一番最初なんだ。小枝と歯の前にボトルが一番先なんだ。ファッション度アップだ。見た目は大事だからな。大事だな。スペーススカバ号は寂れた惑星に近づき、最初はダニエルにひっついてたけど、今は暖炉の隣がいいらしい。またけえからな。てか、マッシュルと一緒にいたんじゃないのかよ。父さんライターを探す。はいはい。ダニエルの親友だな。教える？今日の訓練始めるぞ。お座り。マッシュ、お座り。おい、お座り。マッシュ、かわいい。お座り。え、マジかよ。ダニエルには従うんだな。方がもうダメ。覚えとけよ、裏切り者。かわいい。ライターどこいたの。他人のもの使うって妙な感じだけど、他になんもねえし。ベストダッドエバーってよりにもよって、そんなことある。夜中にダニエルが泣いてるとつらい。何もしてやれない。父さん写真、ここに父さん写真、なんかすげえ照明写真っぽいけど。おかわりを入れる。マッシュルーム、飲みたいか。あ、お水か。あ、綺麗な水だからね、もうこれね。川から来てますから。ダニエル、あの日怒ってたな。あー、羨ましいからか。切ないな。子供はいつか大人になるってことか。パパ、マイアミに来たよ。太陽がすごくて日焼けしちゃう。でも気に入った。トムはみんなと知り合いで、私はこれからスカーフェイスに会うところ。トムの友達の素敵なコンドミニアムは泊まってるの。バルコニーからビーチが見えるんだよ。すっかりダメ人間の気分だけど、ジョンはアルプスのお城にいるわけだし、これくらいいいよね。ここはとても素敵だし、新しい世紀を迎えるに最高の舞台。秘密のロッジで過ごした休みも捨てがたいけど、部屋にアライグマが出るのはもう勘弁。夏が終わったらパパもぜひ遊びに来て。愛してる。あ、じゃあパパが住んでたんだな、じゃあこの家に。もっと家事とか手伝っときゃよかった。いや、後悔してからじゃ遅いんだよな、そういうのってな。正直タバコだけじゃ足んねえ。腹ってことか。少し残ってるのを見つけた。すっげえまずいけど体は温まる。ライターどこ。この部屋はクソ寒いから、いらないものを全部押し込んで締め切ってる。お、いいテントだね、やっぱもらったから。ハンクめ、くそ。ちょっとなんかさ、あんま見すぎてもあれだから、なんか小荷物。あ、あるんじゃない、これ。あるじゃん。あったまらないと。手紙。うん、ダニエルには見せたくない。ホープ医療センター。ホープ治療センター、何これ。化学療法にご予約いただいてます。何これ。一気読みしたくなるな。これがあの新聞か。あいつ町のヒーローかよ。よしに女神を襲撃した。警察シャトルで警察官が1名死亡した事故に関してと予想する。恐ろしかったですよ。近頃の若者にするか、お前さんから。はあ、なんだこいつ。2ページ目あんな。同情なんてするかよ。アシュリー・マーシュズーは、あー、警官のね。すぐ撃ったけどな、あいつ。ブロディどうしてんだろう。あ、見たね。あ、そっか、ネットがない。ブロディチクってねえかな。ちょっと怖いんだよな、それはそれで。いつもはペンだから漢字は違うだろうな。
じっくり覚えよう。ラジオなかったっけ、あれに。先週壊れた。ニュースは少し聞けたけど。火起こすか、じゃあ。何このポスター、家族写真。一発屋でも悪くない。ああ、さすがにね。さすがにアーティストか。古い電話、今は孤立するのも悪くない。まあ、下手に動いてもね。いや、汚ねえな。これがあればモーテル気分だ。これはダニエルに飲ませられない。何かわかんねえし。確かに。ライフハック、水は沸騰させてから飲むこと。ダニエルはすぐゲロるからな。こんな生活も慣れればなんとかなるもんだな。ボットンベンジュじゃないとまずくないか。ボットンベンジュじゃないと。人の服着るのは変な感じだけど仕方ない。大変な生活してんな。おい、水置いといたからな。体洗っとけよ。しかもそっか、もうこの時期に水洗いか。きついな。この汚え桶でさ、洗うぐらいだったらさ、てか洗い熊いいんじゃん。なあ、おい、いつものアライグマ。あいつ昨日マッシュルームのラビオリを盗んだやつだ。ラビオリ。ああ、次は森の警察を呼ぶからな、この泥棒。ラビオリな、ラビオリって。あいつ前と同じやつか。仲間増やそうぜ。桃太郎だね、気分は。よし、つけようか。ダニエル、あったかいぞ。こっち、マッシュルーム一緒に温まろうぜ。ちょっと待ってね、火を起こすって。ライター便利だな、そう思うと。自然がある限り火は起こせるもんな。ああ、お腹すいた。お客は作るから。飯でも作るかな。腹減った。ここまで飛ばせたらな。どこで飯作んの。あ、これか。ダニエルのデリバリー。先週街で見つけたのはこれだけだ。あ、一応なんか探しに行ってんだ。食事とか悩むな。なんか変。どのブリ期間中でもこうなんか並び気になるから上から消しようぜ。飯の後に話そう。何作ってるの。ああ、これは失礼。メニューを選んでくれ。ラビオリか。ラビオリ最悪。あー、少しまともなもの食べた。同じもんばっかでうんざりだ。はあ、ピザ食いて。缶切りは食べ物。先週街で見つけたのはこれだけだ。え、え、食事出してからじゃないの。出してからじゃなくていいの。あ、綺麗な鍋を探す。ここ何週間でダニエルの力はすごく。綺麗な鍋、綺麗な鍋とかある。この本、ショーンより年上だ。綺麗な鍋探しにトイレ行く、おかしいと思ったけど、あるわ。ダニエルに何か食わせよう。クタクタだろう。ラビオリって何、俺わかんないんだけど。でもなんかまずそうだよな、なんか普通に。うわうわ、もうなんかまずそう。ワンちゃん。あ、でもなんか普通になんかビーフシチューっぽくね、なんか。違うか。すごいな、この調子だと車とかもすぐ動かせるようになるんじゃないか。そう思う。まあ、いや、ちょっと待って、ない方がいいけどな。とにかくすげえ上達だ。僕の他にもいるのかな。いたらもう。すげえぶつかってんだけど。いや、まだだ。ラビオリ極めたから。すげえぶつかってんだけど、ダニエルと。こんなことある。
真面目な顔してるな。もういないなんて寂しくて胸が痛くなる。わかるよ、思い出していいんだからな。俺も思い出すし、うん、思い出していいんだからなっていいな。ありがとう。思い出すなって思っちゃうもんな。やっぱよくねえな。思い出していいんだな。調べる。なんかないか、やましいものが。おい、うん、うまっ。ダニエルの漫画とか書いてみよっかな。売れそう。でもキャプテンアメリカのあの子どうなんだろうな。絶対触りたくねえ。キャプテンアメリカのあの子いたんだよ。なんかそう、なんかその体験版のやつさ、この二人じゃないんだよね、主人公が。パッと見ね、昔の彼らかもしんないけど。はあ、普通に音楽聴きてえよ。パッと見違うんだよ。ダニエルの新しいタブレット、かわいいな。何なんだろうな、キャプテンアメリカくんは。キャプテンアメリカくんは何をするんだろうな。どうできた？ダニエルも見てんじゃん、ちゃんと。できた？ダニエルはよく頑張ってる。あ、息出てるね、もう。おい、飯だぞ。いやでもなんか意外と美味しそうだったな。普通にちゃんと夕食みたいなやつなんだな。ラビオリ飽きた。ないらマシだろ。ちゃんとした飯だぞ。贅沢言うな。同じのばっかなんだもん。マッシュルーム食べる？え、すげえ、分離しちゃってんじゃん。ごちそうさま、シュルー。召し上がれ。ラビオリ好きなんだね。あそこ能力使うなっつったもんな。絶対使った反動だって、能力を。ごめん、落ち着いた。待ったろ、いいもの見せてやる。何すんの？うん、何すんの？知らんよ、何する。誰の話かけ。本と一緒に置いてたはずだ。あ、そっか、懐中電灯的なやつになってんのか。うん、見当たらないな。本当だ、どこ置いたな。地図どこやった？何のこと？しらばっくれんな。ダニエル、俺のものと一緒に置いてた地図だよ。知らないよ、ショーンの荷物まで覚えてない。外に置いてきたんじゃないのこれ。よくないよ、外出んの夜は。どこ部屋持っていったんじゃないのこれ。え、てか全然出ないけど、マーク大丈夫かこれ、怖いんだけど。全然出ないんだけど。この家を見つけられて本当に良かった。え？全然マーク出ないんだけど。え？ああ、あるやんけ。時差かい。あ、ちょっとマッシュちゃん。マッシュ、かわいすぎだろ。怒れるわけねえって。マッシュちゃん、マッシュちゃん、ほらマッシュ、あっち行け。かわいい。いよいよ見てもマッシュ。もうまあマッシュ寒くないか。でもまあいいけど、どこ道ず。これさ、神玉にあんじゃん、神玉に。俺、おい、ダニエルが風邪をひいて1週間どんどん悪化してる。いや、この生活水準で風邪はまずいぞ、普通に死ぬぞ。どこ、地図どこいた、お前ら。おい、これ呼んでもらえんと済まないか、まさか。これダニエルが
マッシュちゃん呼ばないと。呼んでもらうか。あ、てか裏じゃない、絵の裏か。お前が呼んでくれ。俺無視されてる。絵の裏が地図を、地図、あ、そこにあるんかーい。すげえチームワーク。あ、そういうこと。父さんよくやるか。マッシュちゃんが守ったんだ、ダニエルを。ほんとなんかあれだな、犬だな。外に誰かいるよ。え、なんだ、いつからだ。わかんない、さっき気がついて。めちゃくちゃお化けっぽい。くそ、ダニエル。ああ、なるほどね。ちょっとバカするな。おい、バカなことすんな。いいじゃん、ショーンのビビリ。もうキャプテン、力を悪ふざけに使うな。違うね、キャプテンアメリカがやってますかって聞かれたから、その子かと思ったじゃん。子供がいるもんだねと思ってちょっとテンション上がったのに、ビビるってよりもそっちの期待の方が大きかったから、なんかちょっと寂しいわ。ここを出ようと思う。そうだな、お前は良くならないし、備蓄も底をつく。確かに。やだ、僕平気だし。ただの咳だもん。もうずっとその調子じゃんか。ここから出て薬を見つけないと。ほら、ここだ。ビーバークリーク？どこそれ？ここにカレンの。カレン？俺らのばあちゃんたちが住んでる。そう。それで？そこに行けば二人が助けてくれるはずだ。なんでいつも逃げてばっかりなの？難しいこと聞くね。嫌がられたら？ばあちゃんとの関係はどうなの？そんな風に考えるな。他に選択肢なんかないんだから。うん、でも変に思われそうで、化け物だとか。お前なら大丈夫だよ。じいちゃんいい人だし、可愛がってもらえるって。うん、わかった。でもマッシュルームにも聞こう、仲間だし。どう思う？かわいい。いつ行くの？明日だ。早い方がいい。先は長いからな。じゃあ最後の夜だし、楽しいことしよう。パーティーする？サイコロゲームとか。お、僕が勝ったら。何？リュックに絵描かせて。バカ野郎。いいけど、ゲームに勝つのは俺だぞ。それはないよ、バカショーン。んだとてば、口を慎めよ、バカがよ。おい。船長、悔しい。負ける覚悟はできたかい？もうバカってすぐ言っちゃった。油断するなよ、相棒。恥ずかしい。負けねえぞ、言っとくけど。うわ、頭使いそうだな。やべえ。あの、ランダムか。6と5と4が出ればいい。はい。そんな。2か。船がいるんだ。来いよ、6。何サイコロゲームって。よし、フルシップ。あ、6。あ、ゲームロール見ていい？ちょっと。船、船長、船員の順番で獲得しなければならない。船6、船長5、船員4。船、船長、船員が全部揃ったら状態をフルシップと呼ぶ。フルシップになったら残りのサイクル出た目を座標として得点できる。20点以上獲得したプレイヤーが出たら、そのラウンドが最終ラウンドとなる。最終ラウンド終了時に1万点差が。よーそろー。ダニエルとマッシュルームの冒険。あ、ダニエルが決めたんだ、じゃあこれルール。すまねえ、じゃあ船にさせてもらうぜ。この船は俺のだ。あ、置いたね。あ、じゃあ船長にしよう、船長に。ヨーソロー、キャプテン。ヨーソロー。あ、船員ね、これ。海賊団結成だ。で、財宝追加。あ、めっちゃ追加できんじゃん。じゃあ、じゃあ財宝でかい名刺を絶対できるだけ。何もないよりマシか。全部いけんじゃん。ああ、海賊失格だな。
何もないよりマシか。あ、これもう一回振るったら5とか出たかな。いいスコアじゃないけど、次はもっとうまくやる。見てろよ。あ、これがスコアか。なるほど、財宝分がスコアになるんだ。じゃあもう一回振ればよかったな。おいおいおい、パーフェクトでしょ。はいはい、すげえすげえ。ちょっとスコアしないとお願い。勝てるか。いや振ればよかった。もう一回ナイススロー。いやもう一回振れば絶対違ったじゃん。おい、ダニエルルールずるいな。よし、引き強っ。いや負けたじゃん。悪くないね。いや負けたじゃん。いや負けじゃん。俺のターンだ。ぶっ潰してやるからな。おい。くそ、来る。何なんだよ。今なんか出そう、出てたけどね、なんか来る、来るにしてるって。サイコロなかったらどうしてたかな。さあな、この本全部読んだ。あ、これ毎回違うんだこれ。つまんない。あ、賭けだな。だからこれフルシップにする。僕チェスでお父さんに勝ったじゃん。ああ、する。俺らだけどな。確かに。フルシップすると船ですよ。何が違う？そらして。全部揃った。あ、省略ってことかな。一回一回やるんじゃなくて省略的なやつかな。このゲーム好きだったと思うな。だろうな。心は海賊だからな。でもスコア8しかねえ。俺らみたいに海の王者ディアス船長。え、むずくねえこれ。でもこれ結構いいね。いや6540揃うのマジでむずくない。さっき揃ってなかったじゃん。いや行くしかないよなこれ。よし、出航準備完了。これもう一回振れんの。準備してこれで振れんのかな。おばあちゃんとおじいちゃんちゲームあるかな。うん、ないと思うな。変わんねえな。残念だけど。まあいいか、このゲームも面白いし。嘘だろ、オタクのお前がテレビゲームはもういいって。まさか。いやもう絶対負けたじゃん。いやまあ最初のターン。ああ、だろう。最初のターンミスったなこれ。ノアとゲームで作ったお城、ノアは守ってくれてるかな。きっと見ててくれるさ。ノア、あの王国を廃れさせるわけないだろ。強っ。僕の勝ち。バカ強いじゃん。どういうことかわかる。よし、じゃあ負けたし、俺リュック。どれどれ。いい絵描けよお前。目結構描かれてんな。てかすでに狼じゃないの。できた。おい、マジかよ。うんちくんやめろよ。うんちくん、お似合いじゃん。まあそいつはどう思う。まあ敗北者だからな俺は。ねえ、もう一回やらない。そう、時間が時間がちょっとこっち時間もあるんだよダニエル。でも負けられないぜ。ああいいぜ、今度は俺が勝つ。まあでもね、健康に気遣った方がいいよね。早く終わらすぞ。うん。まあこれはやっぱね、家族サービスなら兄弟サービスだから。マッシュルーム大きくなったね。そう。そうか。そんなに変わってなくね。まだ子供だけど、どんどん成長してるし、頭良くなってる。いい子だよ。十か。かわいいな。十か。あでも。ずっと大好きだよ。三分の二だ。もう一回行ってみよう。いいぞ。フルシップだ。次はでかい数字になるぞ。最高。次はうまくいく。6。ゴミだな。でかい数字を出して。多分。よっしゃ。お強い。14。来た。貨物室へゴー。だいぶ違うさっきとは。勝てるもんなら勝ってみな。心配いらないし。あ？これランダムかな完全に。そんなピュア、ピュア、俺ピュアで考えてるけどピュアじゃない、もしかして。船ゲット。やるね。キャプテンが欲しいな。あ、まだいいんだ。
勝てるぞ。おお、来てない来てない。もう、なんでもいいから来いよ。あ、キャプテンいないじゃん。ゼロ。はい、ゼロ点。おいおいおい。情けねえな。あ、よし。俺の番だぞ。あ、船は引き継がれんの？よし。同じのをくれ。勝てわけじゃないよな、もちろんな。よし、船ゲット。何もないよりはマシだ。まあまあ、とりあえずゲットしとこうか。この船は俺のだ。とりあえずね。で、もう一回振るか。ゴーがいい。ゴー頼むぞ。おい。まだダメか。どれ船長しようかな。私みたいだね。ようそろ、キャプテン。頼む頼む頼む。船員船員船員来れば勝てる。最後のチャンスだ。頼むぞ。イエー。フルシップも、スコアも。ちょっと、なんか壊れてないか、このサイコロ。お前のターンだ。消えてんじゃん、面が。よっしゃ。あ、でもまだいないじゃん、4番。よし、あと4が来たら。くんなくんなくんな、くんな。もう、え、4消えてんじゃん。何でもいいから来いよ。あ、うん、よく来たね。8か。まだ俺の方が有利だな。ふう、いいね。6以上出れば俺の勝ちだよな。トータルで。俺の番だ。今度はもっといいの頼むぜ。頼む、一発目一発目一発目でフルシップ。よし。バカ野郎。何なんだよ。何もないよりはマシだって出たけど今字幕。よし、6来い。あ、来た。よし。よし。フルシップ。勝ち確のようですね。お疲れ様でした。もうこれで点数は十分でしょう。なぜなら20点で勝ちだからね。20点以上獲得してプレイ出たら、一番点数の高い。でも10って結構期待値高いと思うんだよな。8、10、3分の2。いや、10でいこう。貨物室へ行こう。3分の2だったら10でも妥協した方がいいと思う。多分。心配いらないし。サイコロ投げろ。結構長くなっちゃってるよ。ダニエル。ダニエルも結構動画の時間がさ。なんだよ。おいおいおい。6、来い、6。来ねえよ。総員、甲板へ集合。うわ、それやがった。何？スコアしないと、お願い。いや、ここ入ってんじゃん。あ、そっか。まあ、いける。高い目だけ入れて振り直せばいいんだ。うわ、それもできんのか。やべ、わかんなかった。ちょっとその地元ルールやめろよ、地元ルール。ねえ、もう一回やらない？いやいや、勝ち逃げだよ。もう寝る時間です。もう遅い。一対一です。一勝一敗です。どうした？マッシュ。おしっこかな？そうかもな。散歩させてくる。あ、ここで切れるかな、一回。タバコ吸うんでしょう。ほんとキモい。そうだな。タバコは悪だ。でも、最後の夜だし、別にいいだろう。よしマッシュ。待たせて悪かったな。いや、怖えな、夜。なんかいるんじゃないの。雪降ってんじゃん。あ、まさか捜査になんない。捜査になんないとまた伸びちゃうじゃん。ちょっとショーン、切れないよショーン。俺もここまで来たら俺戦うよ、たとえ1時間になろうと。俺はお前と一緒に行くよショーン。ほんとは30分ぐらいで切りたいけど、お前、俺はショーン戦う。まだまだ40分だから、まあまあいっか。雪
雪降るのつらいよな。でもその雪をまともに経験したことないからさ、俺東北住まいでもないから、東北北海道住まいでもないから、たまに降る雪つらいわ、ほんと。たまに降るっていうほど降らないけどさ、降ったら降ったら困るんだよな、慣れてねえからさ。まさか使えんの、まさか消耗、ちょっと使いたい願望はあんだ。でも俺も使えっかなって。あ、始まったくせえ、ここで始まりなの、ごめん。あ、帰ってきた。ここで始まりだったんだ、まだ始まってなかったんだ。寝ちゃってんじゃないの、やっぱり。祖父母の家に行くのか。次の目標は何があるんだろうな。一応多分毎回毎回試練はあるんだよな。いや本当いい兄貴だわ、全部やってくれてんで、くれてんじゃん。いや寒そう、そこそこ部屋広いからなおさら寒そう。なんか大変だな、なんかライフイズストレンジとやっぱ違うわ。ライフイズストレンジ2はなんか日常の中にあるなんて言うんだろう、ゴタゴタだったもん、ライフイズストレンジは。まあビフォーザストーンも2はやっぱなんか非日常だもんな、そもそもが。すげえなんかまた違うゲームやってる感あるわ。おいダニエル、調子どうだ。最悪。今行く。全てが敵だもん、敵だもんな。あ、これいい感じじゃない、いい感じでセーブされたんじゃない。まあいいや、ちょっと一旦切るわ。じゃあ、あ、出した。